パープル持ち丸伝説始動一発よ。おめでとう。聞いたことある？ありますよ、持ち丸選手は。持ち丸日記知ってる？ああそれ知らない。猫。ああそんなの、ああそれ別の作品でね。人気 YouTuber。 ああいやなんで、ね、うん、まあその同じ持ち丸選手ね。はい、いよいよ、うん、動きましたね。うん、カープ6月18日支配下登録、うん、背番号は95と、うん、嬉しいニュースでした。そうね、うん、持ち丸選手20歳です、うん、まだまだこれからの選手、うん、旭川生まれ、右投げ左打ち、捕手、177cm80kg、うんうん、やっぱりしっかり体も大きくなってきてますよ、うん、そうね。最初ね結構小柄な選手かなっていう印象あったんだけど。そうね、さすがです。旭川大高校出身、覚えてる？覚えてますよ。さすが甲子園で奥川投手を苦しめた ね、3年夏には奥川投手から1安打、うん、0対1超接戦ですね、うん、決勝まで来ましたからね、あの時はね。そうだね、あんまり選手に負けましたけど、うん、それ以外だったら一番苦しい。うわそうでしょう、すごい試合でした、うん、で高校通算17本、うん、2019年の育成1位、はい、カップっていうのはね、そうですね、支配下率、うん、非常に難しいですから、うん、最難関、狭き門 21.4%、うん、0% の日本ハムに続いて、2番目に難しい、うん、ちなみに1位は 63% の西武です。はいはいはい。西武も上手だよね、育成の選手育てる、ね、そうだね。ね、そしてじゃあ成績どうなのかと。はい。22年のファーム。うん。35試合。はい。2割2分0厘。うん。2本。9打点。うん、オプスは 0.603 と。うん。まあバッティングはね、打率もう少し去年良かったんですけどね。はいはいはい。うん、去年で言うと、2軍捕手最多の46試合に出てます。うん、うん。そして7月以降っていうのは打率も3割超えしてたと。ああ、そう。うん。去年しっかりね、バッティングをアピールしてたのよ、うん、まあ、そういう2年間のねアピールが実って試合だと。そうですね、最近も素晴らしいですね、うんうん、じゃあなぜこのタイミングで捕手を支配下にしたのか、うん、これ裏がありますね。やっぱり一回特集しましたが、うん、現役ドラフト、うん、各球団少しずつなんか動きがあるんじゃないかなと、はいはい、現役ドラフトを見据えた上の、うん、支配下なんじゃないかな、うんうん、それもあるし保守に不安感を感じてると、うん、枚数は多いが売りだったんだけどね。そうだね、カープのキャッチャーは、うん、そうするとですよ、はい、この持ち丸選手がバシンと、まあ、一軍チャンスもらえるでしょう、うん、とかでね、うん、そこで結果残したならば、まあ、契約というか現役ドラフトの候補に上がってしまう、うん、保守、うん、出てきます、うん、まず1人目、うん、磯村選手ね、バッティングが非常にいいはずなんですが、うん、今年はピリッとはいはい、しておりません、うん、29歳、2010年のドラフト5位ですね、はい、22年、12試合で打率1割くぶように、うん、そしてマスクかぶってます、うん、直近の3試合でいうと5月25日のロッテ戦、こちら5対2で遠藤投手組んで勝ってます、うん、5月26日のロッテ戦も出たんですが、これは3対6で栗選手、負けと、うん、そしてね、この1試合がね、この支配下にすごく絡んでるんじゃないかなと、うん、持ち丸選手のね、支配下にね、5月22日、ソフトバンク戦、はい、森下投手と組んで1対11、うん、これでちょっとリード大丈夫なんかいと、うん、なるほどね、あなったんじゃないかな、うん、迷走してるけどな、起用で迷走してるけどな、してるな、うん、そしてもう一人が、うん、2019年のドラフト5位なんですが、はい、石原選手、うん、24歳、こちらまだ3試合の出場ですね、うん、今シーズンで、はい、ヒットは出てません、うん、0割0分0厘、うん、出場は直近3試合、まあ、直近3試合というか3試合しか出てないんですけど、うん、6月1日の日本ハム、うん、遠藤投手組んで1対5負け、うん、6月8日の楽天戦、遠藤投手組んで0対1負け、6月11日の西武戦、森下投手組んで1対2で負け、うん、まあ、リード面でいうとね、このソフトバンクのような大負けはないんですが、うん、まだやっぱり1軍2軍行ったり来たりしてますからね。まあね、石原選手はでも欲しいと思うよ、各球団、若いし、若いしね、うん、これ多すぎないか、キャッチャー多いね。いや、それ僕も思ったんですよ。この時点でも多いよ、相澤選手もそもそもいるわけだからね。相澤選手今上げてきてますからね、調子、うんうん、一人息入ってました、うん、あ、ヤクルトさん練習試合だったっけな。いや、頼むよ、え、5球団で頑張ろうって言ってる時期にさ、ああいうことされちゃうと困んのよ。いや、確か練習試合だったと思うで。あ、そう、うん、あ、じゃあいいか、火曜の松田阪神戦が最下位のはずですよ。じゃあ、いいわけあるかい。あごめんなさい、他の4球団の方々、ごめんなさい。まあ、話戻しますけど、はい、この持丸選手、十分チャンスはある、うん、
競争させるんだね。だから競争させるんだろうね。うん、持ち丸選手足して、でそしてこの持ち丸捕手の支配下、もう一つ俺大きいに持ってると思ってて、うん、高倉選手をサード一本立ち。高倉選手は外すかもね、キャッチャーはさすがに。ただね、データとしてはね、キャッチャーやってる時のは打ってんだよ。不思議だね。不思議なもんで。不思議だね。不思議な選手だな。いや、このね、持ち丸選手の支配下は本当いろんなことを考えさせられる。そうだね。うん、確かに。うん。深いね。一見一人の選手が試合下になっただけじゃないね、これ。そうなのよ、うん、どうですか、ちょっと一通りなんかね、この持ち丸選手が試合下になった、はい、そうするとまあこうなるんじゃないか、こういう意図があるんじゃないかって話しましたけど、はい、どうですか、どれが一番なんかしっくりきました。あ、なので僕はもう支配次の、うん、相澤選手の次のマスクマンを、うん、はい、決めたいんだと思いますよ。そうか、そうだよな。で競争させるんじゃないですか。そうだな。なのでもう一回がキャッチャーを離れた選手はもしかしたらもう離れるのかもしれない。翔征選手もそうだしけど。いやー、そうだな。でも翔征選手もなんかマスクかぶったりもしてるのよ。そうなのよ。だから俺はもう選手が混乱しちゃうからとは思っちゃうんだけどね。その旗から見てるとちょっと、でもやっぱりカープにはカープのやり方があるんでしょうから。いや、結果出てないからね。瞑想って言われてもしょうがないかもな。だから強力先発陣が最近おいおいと見せかけて、うん、実はキャッチャーがバシッと決まってないっていうところも大きいのかもね。まあね、やっぱり、あ、このこいつは言うと球だったら打たれないだろうとかもあるからね、リードでね、うん、信頼関係あれば。だから20歳の持ち丸選手ここまで這い上がってきたんで、このままさらに一軍レギュラーも。まあそうね、カープが試合会したってことは期待してるってことで、まあ、間違いないですから。期待してるね、うん、期待は大だよ本当に、うん、そうなると、木下外野手もどうなんかいと。支配下外野手ダメかい。いやー、ギリギリだね。支配下枠だからもう終盤に上げるの可能性ありますよ。でも、うん、あのギリギリのねところで、うん、試合下枠今ちょっと気にしながらやんなきゃいけないは気にいけないんで、うん、だから持ち丸選手ももちろん期待はしてたんですけど、僕的にはね、この木下選手というのも交流戦のちょっと落ち調子の時に起爆剤でどうかなっていう提案もして、うん、非常に気にかけてるし、うん、ぜひ支配下勝ち取ってほしい選手でもあるんだよな、うん、この持ち丸選手を機にこのカープの育成支配下事情っていうのもなんか変わったりするのかなという楽しみがあったりね、はいはいはい、ちょっとこれを一つ旗揚げにしているんじゃないかなと。そうね、うん、ということで、はい、持ち丸選手期待大だぞという回でございました、はい、また明日お会いしましょう。ありがとうございました。カープはまだ育成の星っていうのは出てないんだけど、ジャイアンツは鉄さんか。あ、やっぱり超えて超えて超えて、あーえいかんはフェドローに輝く。語呂ある。チャンネル登録お願いします。